はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回なんですけども、私武骨なソロキャンプが好きで、まあこういったね武骨なキャンプギアを駆使して楽しんでるんですけども、まあ、今までですねそんなにスタッキングというものにこだわらず、ただただ打ち込んでやっていたんですけども、バックパックでキャンプをするっていうことが多くなりまして、かといってまあウルトラライトのような人たちに憧れがないわけではないんですけど、まあそこまで削る必要はないかなという中間ですかね。バックパックでキャンプしている武骨なキャンパーさんと、ウルトラライトはね、まあ、山を登るようなまあキャンパーじゃないですね、ハイカーみたいな人たちの間、中間に位置する、まあ、ライトキャンパーっていうんでしょうかね、うん、比較的、軽量な装備で、なおかつ、まあ、野営だったりソロキャンプをしているので、ちょっと荷物をコンパクトに、そして、まあ、スタッキングできるものはスタッキングしたいなということで、まあ、ちょっとね戦闘飯盒2型向け、のスタッキングをね、まあ、自分が使うものなんですけども、その最新版を皆さんにねこの動画でご紹介していくんですけども、まあ、その前にね、はい、こちらのライチョウハンゴさんね、はい、こちらのライチョウハンゴ、まあ発売してからどんぐらい経ちましたかね、まあ、発売日から結構使ってたんですけども、まあ、クッカーとしては、まあ、本当に文句なしの、はい、クッカーですね。うん、まあ、新潟とね比べても機能性的には本当に大差ないものなんですけども、ちょっとですね個人的には私が使っている小物ギアのスタッキングがとても悪いので、ちょっと しばらくお休みしてもらおうかなと、まあ一軍からはちょっと退くかなというところでございます。使った結果です。かなり使い込んだ結果、個人的にはこちらに戻ってきました。はい。戦闘飯盒2型ですね。はい。で、今日はね、この、私が使ってるのはムースルームワークスのものなんですけども、に、なんとかスタッキングできないかなと思っていたものがですね、手に入りましたので、ちょっとそれを含めですね、私が今使ってるものを精査して、これだけにしようというのが、ある程度固まりましたので、ご紹介していきます。でその上で必要なものをねワイルドワンの方でね、いくつか買ってきましたので、それを開封しながらいきたいと思います。でちなみに今までは、まあ、この中には6スポ入れてなかったんですね。その代わりに、まあ、調理器具なんかはこのワンティグリスのねワンティグリスのこのポーチ、ロールポーチっていうんですかね、ここにいろいろ入れてね、ここに、うん、トングだったりっていうのを入れて、別で持ってってたんですよ。なんですけど、その必要なものたちを一回抜きました、今回。はい。で、それはすべて、ここに、スタッキングしていこうと思いますので、まずこれがね、装備として除外されます。私のソロキャンプ道具ね、今まで使ってはいたんですけど、いや、これもいらねえなと思いまして、これは除外されます。で、じゃあ、どういうスタッキングになるかね、ちょっとやっていくんですけども、まずはね、本体の方ですね。はい。ここに、どうしてもね、入れたかったものがあったんですよね。まあ皆さんどうかわからないんですけども、まあシェラカップは絶対無理じゃないですか、形的に。うん、これシェラカップは入らないんで、どうしてもね。で、マグどうなんでしょうかと。ね、いろんな形のね、マグあるかと思うんですけど、結構背が高くて難しいと。まあ、シリコン製のね、カップとかであれば、まあ、こう小さくね、折りたたんで入ると思うんですけど、あれちょっと個人的には武骨感が不足してまして、ちょっと金属感が欲しいなというので、金属にちょっとこだわって探していたんですけど、なんと ありました。はい。見つけてしまいました、私。はい。なので、じゃあまず、最初ね、これ、ワイルドワンで買った。あ、じゃあまず先にワイルドワンで買ったものを一気に出しましょうか。はい。後からどんどん、ね、出すのもあれなんで。じゃあまず最初にこれ。はい、ドン。これが、ベルモントの
シタンのカップですね。そしてあーこれ、はい、これはすいません、独特の匂いがするエスビットの、あ、ちっちゃい方のやつですね。ちっちゃくて、たくさん小分けになってる方の、あ、スタンダードの方ですね。と、これはね、はい、見つけちゃいました、スノーピークの野猿つぐ、はい、これが今回のスタッキングの肝になってきます、はい、というわけで早速いくんですけども、これがね、はい、開けちゃいましょうか、はいはい、ベルモントのチタンカップですね。このフォールディングタイプって言うんでしょうかね、はい、これのこれ皆さん、あのスクショ撮っといた方がいいですよ、はい、ご興味がある方、スクショタイムでございます。これですね、深型の250、メモリ付きってやつですね、うん、250のこれかな、型番は BM425 ってやつですね。これがなんとですね、あの大変申し訳ないんですけど、私ワイルドワンさんの方でちょっと試させていただいちゃいました。はい、これをですね、こう畳んでやりますと、そして他のねシェラカップとかマグだと入らないんですよ、ここなかなか入んない、入んないんですけど、なんとこのベルモントのこのねチタンのマグ、なんと、はいはい、いかがでしょうか皆さん、すっぽりね入るんですよ。で、心配してる方も いるんじゃないでしょうかね、小色さんっつって、まあ、それ入ったかもしれないけど中子入んないんじゃないのと、言われるかと思いましたので、ちょっと今からやります、はい、中子ですね、いきますよ、こうしようか、こうしようか、ですいきますね、はいはい、どうでしょうか皆さん、はいはい、それじゃちょっとわかんないよね小色さん、じゃあこっちの蓋もかぶせてみましょうか、はい、じゃあいきますよ、はいはい、はい、どうでございましょうか、はい、なんとですね、これはやらせ一切なしでこのベルモントさんのねこのマグがこの先頭半号新潟にスタッキングできてしまうんですよ。これすごくないですか？そしてですね、はい、もうこれをまず共有したいので、あの、概要欄の方にね、リンク、もしあったら貼っときますんで、ぜひチェックしてほしいです。これベルモントさんの250のね、サイズですね。ここがね、ちょっと、個人的には、あんまり、他に入れるもんないんで、まあ、米、持ってくときだったら米でもいいんですけど、最近ね、こんなものを購入しました。はい。だだだ。皆さんこれ、おなじみですかね。見覚えがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、これ、あれですね。種ほおずきの、充電式のやつが最近出て、私ね、購入したんですよ。はい。で、それを、どうやって持ってこうかなってずっと考えてたんですけど、専用ケースとかね、購入したら、余計かさばってしまってちょっとね重くなってしまうっていうので、ここじゃいいんじゃないかというので入れちゃいます。はい、この時点でね、かわいいですね、うん、かわいいんですけども、これ猫色さんこれ大丈夫と、猫色さんこれちょっと出っ張ってないみたいな心配にねなられてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、これがねいきますよ、はい、おお、あれちょっと浮いてる、ちょっと浮いてると思うじゃないですか、これをこれで締めてやると、はい、普通に締まっちゃうんですよこれ。なので種ほおずき収納問題で困ってる方、ぜひ飯盒の中に入れましょう。なんかちょっと怖かったらビニール袋かなんかに入れてやればいいんじゃないでしょうかね。はい、斜めにしておきましょうかね。はい、ここにこれを入れようと思ってまして、これ一回開けちゃいましょうかね。これなんで欲しくなったかと言いますと、結構皆さんどうでしょうね、冬場とかに鍋物とかやります？キャンプでやりませんかね。個人的に私冬だったり寒い時期になると
鍋がね、やっぱ恋しくなって鍋やるんですけど、こういうのがないと、なんか、ね、こういう、これもスノーピークのあのスプーンなんですけど、汁がね、すくうのがすごい億劫で、すごい億劫なんで、ちょっとなんかないかなと思って、お玉とかね、まあ100均とかにも売ってるんですけど、ちょっとかっちょいのないかなっていうので、調べて、お店見てたら、なんやこれめっちゃいいのあるじゃんっていうので、買ってきました。はい、軽くスペックだけ見ておきましょうか。野縁粒。素材はナイロンステンレス、サイズは 165×70×30 が使用時のサイズです。収納すると 90×70×25、こんな感じですね。で、重量はなんと 25g ということで、軽量っていうのもね、いいなと思いまして、買いました。もう、汁を救うストレスから解放されたいというので、買ってみたんですけど、これをね、パチッとしてやって、こっち側をパチッとしてやると、まあ、こう、汁だったり、まあ、あとは、水蒸気炊飯とかやった時に、しゃもじ代わりにもなるかなと思って、これだと、これでもできるにはできるんですけど、金属同士のこのギコギコ音がね、どうしてもちょっと気になっちゃったんで、こっちにね、ちょっと暗がえというか、ちゃんと、のれんわけじゃないな。なんて言うんでしょうね。こう、用途別のものをね、ちゃんと、使おうということで、これを買ったんで、これを、しまいたいんですよね、ここに。おそらく入るかなとは思うんですけども、やってみましょうか。はい。これをここに。あ、行きましたね。行きましたね。これで、はい。行くんじゃないでしょうかね。うん。あ、行きますね。はい。で、閉めて、はい。あ、OK ですね。はい。カチッと。はい。はい、本体部分、OK でございます。やりました。はい。はかどりますな。はい。となったら、今度この、ここですね。中子部。うん。中子部をやっていきましょう。で、私、皆さんと違ってね、シングルバーナーとか最近全然使わないんですよ。なぜなら、大したものを作らないし、お湯沸かすために CB 缶とバーナーをバックパックに入れていくっていうのはちょっと億劫すぎまして、最近ね、これにハマってるんですよ。はい。これですね。はい。ポケットストーブ。エスビットのポケットストーブ。これが何気に私の中で活躍しておりまして、はい。この中にね、入るんですよね。で、これが、ミリタリーのやつかな。うん。エスビットの、こっちがスタンダードか。固形燃料のミリタリーっていうのを使ってたんですけど、これでけえんすよ。うん。見てもらうとわかるんですけど。で、こっちのね、レギュラーサイズの方が、まあ、お湯沸かす、ね、コップ一杯お湯沸かすぐらいだったらこっちの方がいいので、まあ、これをね、今回買ったんですよ。なんで、まあ、これ、まだ使えますけども、ここに入れて、入るんですね、こうやって。うん、箱と。で、パチッとしてやり、入れちゃいます。はい、こんな感じですね。で、これマッチですね。このどうしても固形燃料使うときにマッチが必要なんで。で、あとはまあ緊急時のときね、マッチは結構使えますので、ここに入れます。こんな感じで。で、その他、私が使うもの、まあ、さっきお見せしたね、このスプーン。これね、スノーピックのやつなんですけど、これだと、ほら、ちょっと入らないですよ。ここら辺も、この S ビットを入れちゃうと。なんですけど、こうしてやれば、入るんですね。うん。そして、まあ、私、日本人なので、箸をよく使うんですけども、特にこのね、はい、スノーピークの、和ぶきですね。スノーピークの和ぶきの L ですかね。これは良くて、愛用させてもらってるんですけども、これを入れますと。うん。なんでしょうね。これ、まあ、こう、開けて、出して、しまって、はい、こうやって組み立ててっていう感じの箸なんですけど、やっぱね、食べる時のね、このなんていうか口触りっていうんですか、舌触りっていうんですか、やっぱね、木の方が自分は個人的には
相性がいいらしくてですね、これは本当に気に入って使ってますね。これ本当でもコンパクトになるんでおすすめではあります。まあいろいろ出てますからね、箸は。まあ自分の好きなメーカーなので皆さん使ってらっしゃると思うんですけど、私はこのスノーピークの、まあ箸ですね。まあ基本的に箸がありゃいいんじゃないかというタイプではあります。はい、箸とスプーンと、あとこれですね。これ、過去に何回かで動画でも出てるんですけど、これエバーニューの肉つかむです、はい、これがこんな感じでねぴったり入ります。まあ肉、焼肉とかやったりするときかなに使う。まあ基本的に正直箸でいっちゃうことが多いんですけど、まあ、予備で、入れてます。まあ軽いんでそんなに重要にならないかなと。あとこれ最近ね導入したやつですね。はい、これね、もんじゃ用のヘラなんですけど、まあ、もんじゃ用のヘラ何に使うかというと、よくこうね、はい、鉄板、皆さん焼肉とかね、ステーキとかこれでやると思うんですけど、まあ、多分油断してるとこう焦げついちゃったりするじゃないですか。それをちょっとでも現場でね、ちょっとでも現場でこう削って、現場で削っておけるっていうので探してた結果、まあ100均とかでも売ってるとは思うんですけど、あのちょうどねスノーピークさんのねポイント貯まってたんですよ。でもうなくなっちゃいますよみたいなのがちょっと前に案内が来てて、その時に見つけたんですね、スノーピークのもんじゃヘラ。多分これ非売品じゃないかな、うん、でこれに交換して、はい、使っているんですけど、まあ、これを入れちゃうとこんな感じでね。で以上です。はい僕 の、 あの食事周り、台所周りのスタッキング、これが以上でございます。でこれ蓋閉めてもらってしっかりとやると、僕の考えた最強のスタッキングが完成するという感じでございます。はい、というわけで今回はこのムースルームワークスの戦闘飯盒新潟にスタッキング、私個人的なね、野営だったりソロキャンプ大好きな武骨キャンパーの理想的な現段階のね、スタッキングの紹介をしました。それぞれいろんなスタイルがあるかと思いますので、その人に合わせたスタイルでスタッキング楽しんでもらえればいいかと思います。あくまで、一つの参考としてお楽しみいただければなと思います。というわけでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ブコスのキャンプギアをご紹介してますので、ぜひまた見に来てください。というわけでバイバイ。